で、ネットで、情報発信したいんですけども、いくらかかりますかと。まあ、海外移住いずれしたい方からですね、ご相談いただいてます。必要なことを学ぶにはどうすればいいでしょうかと。必要な知識、必要な技術は何でしょうかと。あと、メンターの探し方っていうことがこうちょいちょい聞かれますね。まあ、メンターはですね、海外移住というかですね、ネット上のその稼ぎ方という面ではかなりいろんな人が情報発信してるんですけども、まあ、あなたが本当に憧れられる、そして鼻の底からですね、腑に落ちることを言ってる人がいいと思いますね。やっぱりなんか稼ぐことばっかりをですね、口にしてて、まあ、ライフスタイルがちょっとうさんくさいっていう人もいますし、実際もう高額のお金払ってもペラペラのノウハウしか教えてくれないっていう人は結構いるんですよね。で、そういう人が結構メールいただいたりするんですけども、きちんと学べる人をですね、とにかく見つけるというのは何より大事かなというふうに思います。とにかく誰を選ぶかでかなり変わってくるので、そこできっちり教えてもらうというのが大事ですね。